はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア始めていきましょう。さてですね、新しいイベントが予告されてますね。今日の夕方からかな。今日は4月14日ですが、やはり珠読みがモデルになっております。川口義の登場。アルケミストですね。しっかり練習すれば不安も吹っ飛びますよ。このぐらいでいいかな。トレーニング。夜をトレーニング。気持ちいいわね。いい感じよ。戻りました。これで大丈夫でしょうか。よくできました。訓練。あ、違う違う、もう一個訓練できるんだからやらなきゃ損。日に焼けやすいの。朝のトレーニング、気持ちいいわね。教師として最善を尽くします。このように。なんか明るい話しようぜ。恋バナとか。ありがとうございます。すっごく助かりました。さあ、イベントのこれもこ本当ここ行のく温時泉間、は飲めるのかな。後日談がまだ終わっておりまどせん。れ、湯上がりの牛乳を飲むとするか。たかい布団で眠るんだのな。僕も帰ろう、家に帰ろう。いいな、人間っていいなですね。ちょっと、どうして？よく死ぬな。何？あれ？いやいや。ちょっと。え？そこを変われ。なるほど。まったくもう。ねえ。それなんか、剥ぎ取れ。あれ？お、だい、なんで？なんて？
裸。私を信じて。チャンス。どれ、湯上がりの牛乳を飲むとするか。というわけで、これでエトワリア湯煙事件録は全部終わりですね。皆様のやりとりをこんな間近で見られるなんて。スローテーマズ？下着のチェックはさすがの私でも恥ずかしいかな。これやりましょう。一節。嬉しいですね。嬉しいです。もう。あ。ほほう。はい。もう。わあ。うふ。あら。わ。わ。くすん。お任せください。そうなの？うん、はい、ご安心を。なるほどなるほど。うんうん、また会えて嬉しかった。ちゃんちゃん、二節。クリア。はい。影の薄いクリア。パスを感じるよ。みんな力を貸して。どんな展開？おお、すごい。強そうで大きくてかっこいい。え、どないしたい日本語。パスを感じたの。おお。注ぎ込む。お任せください。さあ扉を開けよう。行くよ。
そうするとどうなる？スロースタートなのになんか見知った顔が揃ってるな。このキャラ初登場？もしかして。え？なんでゴリラなの？こんにちは。キャラ崩壊かな？キララ。ほほう。先生なんだな、この人。スロースタートの。おい。笑ってます。は？ふざけんな。ホークイ、よろしくお願いします。ゴリラ言うな。マジかよ。どこまで続くんだろう。榎並清瀬、数学教師だ。お、服装が教師っぽくない？学年主任みたいなこと言うなよ。ここまでですね。榎並先生が新たにこの絵に加わりましたね。3節。なるほど。おお。超速理解。ところで。ショック。は？教師は大変。おい。はい。ご安心を。どうなると。私はこうか。そうしましょう。ないな。寝たい。ねね。むふ。いいな。いいかな。ないな。悲しい。でへへ。あは。ランプ。これ榎並先生登場会ってことでいいんだろうか。はい。おとバトルがあるんだ。失踪。うわこれは難しいな。こういう時は訓練会にしましょう。特定の人しか選べないのか。彼女行きましょう。さあテンション高めで行きましょう。スイーツのお店、うん、レッツゴー。あ、おへ、なあ、もうんで。おい。はあ。はて。むふ。本当。それじゃあ。ある程度速攻が求められますね。先に光は闇を、闇は光を早く倒しとく必要があります。かわいいな。
これってカムが好きそうよね。小説、今回はもうこれでいきます。次回から新しいイベント、玉読みのイベント始まるはずです。どうなると、多分猫は家が好き。ああ冷え気、あら、うん、にゃあにゃあ、なぜもうにゃあにゃあ、なしか言わない。違うと思う。おかしいんだ。うん、確かに。そうですよ。うんうん、そうだな。扱いが悪い。 あ、にゃーにゃー、そうなの、にゃふー、うん、また会えて嬉しかった。じゃ、6節、どんどんキャラ増えていきます。驚いてます。そうですね、お任せください。はあ、はい、あ、変わってる？武将？嘘でしょ？そのな、ないな。うん、うんうん、マジかよ。あ、ねえ聞いて。ふむふむ、でも嘘でしょ？お、かわいいな。これってカムが好きそうよね。何節？コッティ、本物だ。にゃーにゃー、ひー、ひー、
都会だきバサミじゃなくて何だったっけな。なるほどなるほど。例えば布団とかがありそう。サブトンとか。にゃーにゃー。にゃにゃ。たぶん。なるほど。わーい、マジっすか。シャッホー。そうだな。あ。猫懐かせるの得意。結構これも長いですね。8節。サッカークエストってこんなに長かったっけ。わかりませんです。ですです。ヤンダフル。なるほど。ですです。ありえないっす。なるほどなるほど。お手頃。めっちゃ失礼。ふむふむ。そうだよね。おい。まずいな。やばいわよ。拒否。いやすいやす。やるすよ。そこが負担が高いよ。背骨とかに腰痛になるよ。あ。あ。本当だ。かけないとね。斧は大変。彼女には。それじゃあ、うん、お？どんどん稼いでいきますね。かわいいな。お、ここでバトルですか。攻勢が強いやつがいたんだよな。強いパーティーがいたはず。この辺は最強の布陣ですね。難しい。主人公の一ノ瀬花にしとこう。それでは行ってまいります。大丈夫だよね、きっと。応援の力はすごいんです。お願い、間に合って。皆さんのやる気をアップします。一回で倒しちゃいますからね。何するんですか。どうぞ皆さん、私を盾に。
手加減しませんよ。さあ、このように最強の布陣がここに揃っております。これにランプか、また会えて嬉しかった。知能がいれば完璧じゃないかな。いいかな。というわけで、よろしくお願いします。行きましょう。それじゃあちょっと意外と長いかもしれない、ね、これ前編でくぐるかな。それなら素敵ですね。それじゃあ、それなら、はーい、はい。お、ご本。感謝。そうね。いつもの感謝。すぐ用意できます。また花の家でみんなで勉強会やりたい。これまだまだ続きそうですね。シナリオクエストがまだあって、晴天やクリエメイトのことならなん、みんなでキャンプやろうよ。これもまだ終わってないですからね、なんやかんや言っても。皆様のことをしっかり、きっと楽しいことが待ってるよ。黄色なクエストか。晴天やクリエメイトのこと一つ、皆様がエトワリアを満喫。私の今日はどこかへお出かけします。一位さんたち楽しそうだな。24節まであんのか、有識が。今日はどこかへお出かけしますか。さすがに疲れてきた。皆様がエトワリアを待っ、今スローテーマズは10節までなんで、ひとまずここで終わりとしましょう。次回から、今回はですね、サッカークエストスローテーマズをお届けいたしました。ご案内しますよ。次回は新イベント、玉読みの新イベントがありますので、そちらを行いたいと思います。ぜひお楽しみに。かわいいな。これってガムが好きそうよね。は
ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で移行でした。